北の2人3番の佐藤智也、後ろに9番の竹山亮太、続いていきまして中段をまずは伺います。6番の大久保直也がこの3番北日本勢3番の佐藤智也の内側蓋をされていますが、打者の周回バックストレッチで動いていった3番の佐藤、9番の竹山、北日本の2人、2番の亀井彩希の内側一度狙おうとした6番の大久保は一旦車を下げました。南関東ラインが3番手から5番手、そして短期8番柴田優也、さあ動いていく内を救っていきました。後方に位置を取っていた6番の大久保、西日本の3人が巻き返していって残り1周を切りました。さあ3番手がもつれている6番の大久保の仕掛けに懸命の抵抗は2番の亀井、後ろには1番の佐々木則之、7番の東は離れてしまっていますが、さあ前は3コーナー、3番佐藤智也の3番手外からまくり上げてくる2番の亀井、この後ろ絶好は1番の佐々木則之、直線勝負に持ち込むが、前は3番佐藤、2番の亀井と1番の佐々木、広がってゴールイン、わずかに1番佐々木則之最後出たか。